はい、皆さんこんにちは。元空 TV 宮口です。はい、今回はこちらになります。先日届きました加藤の、架空駅セットの開封動画になります。はい、では早速開けていきたいと思います。はい、まずパッケージですね。正面がこんな感じになっています。はい、側面です。はい、23-125 イージーキット高回帰セットです。はい、こんな感じですね。はい。で、こっち側。はい、反対側。ですね。はい、これで一周しました。はい、では蓋を開けていきたいと思います。はい、蓋を開けたらこんな感じです。まずシール1枚目。はい。で、あと次、はい。シールが入る。1名、うん、そうだね。1名、うん。シール入らない。これなんだ、デカールっぽいですね、デカール。うん。はい、あとこちらが説明書です。組み立て。うん、そう、説明書。で、エアパッキンで組み立てて、ストア外壁かな。一回出しましょう、全部。はい、中身を全部出しましたらこんな感じです。パーツいっぱいありすぎ、組み立てるの大変ですね。一応内容が、公開機のプレートが5枚、これですね、5枚入ってて、で駅舎本体が一番この下のやつですね。で、駅舎の床、1階と2階とは組んであります。で、次、うん、階段ね。階段はこれ階段ね、ここにあるんですね。あ、階段。あとは小窓、あと側壁、シールさっきのやつ S 上位の上位ですかね。側壁と、うん、これね、これね。うん、でビスがこれ。ね、クリアパーツ、この辺が多分これいっぱい入っててよく分かんない。はい、でこれあれだね、今回のあれだね、脚伏線橋脚4個、うん、これとこれ4個ね、はい、そうだね。これがなんだ、エンド壁2枚、うん、みたいだけどですね。これが駅舎ガラス、駅舎ガラス、はい、以上ですね。で、なんか書いてあるので指示に従って、とりあえず組んでみます。後のことはとりあえず後回しで考えて、ひとまず組んでみたいと思います。はい、では作業を始めたいと思います。じゃあまずこちら袋から開きます。
気をつけて切らないといけないのでニッパーを使いましょう。ニッパーだ。爪が出てるので。はい、こんな感じで側面ができます。ちょっと見てみよう。組み合わせは自由にですね、できるみたいです。で、反対側はもう壁にしたければ壁でこういうふうにしても、ね、いいですし、説明書の方の式通りですね、何でもいいわけですし、もちろん窓ははめますけど、で組んでいけば最終的に写真になると。で、いいのかな、まあ、ひとまず作業の手順は一緒なんで、ある程度すべて組んでみたいと思います。はい、ではこの5枚のプレートですね、に、窓の方をつけることができましたので、ここですね。で続いてここの駅舎本体の組み立ての方をしていきたいと思います。はい、作成途中なんですが、分かりますか、線が入っちゃってるんですよね。で、こことか、あと指紋とか、コンパウンドで磨いてみたんですけど、これで仕上げて取れない、なんで諦めました。一応、まあ、こういうのもあるっていうことをですね、お伝えしたかったので、今ちょっと作業を止めて撮影してます。はい、では引き続き作業を進めていきたいと思います。はい、ひとまず窓にシール貼ってみたんですが、すごい細かいです。で、案内板
十字のよく天井にぶら下がってる案内板なんですけど、シールを貼る指示あるんですが、大雑把にしか指示がないので、これ最初に分かるところから貼っていかないと絶対あここじゃなかったってなります。こんな感じなんですけど、どれをどこに貼るかなんて書いてないんで、ざっくりしか書いてなかったんで、一応ですね、分かるところから貼っていくことをおすすめします。では作業を続けていきます。はい、ひとまず仮首をしてレイアウトをですね、交換線に貼ってみたんですけど、内装にこだわってたらね、これできないです。なんでとりあえず仮組みという形で組んでみました。塗装とかしてると時間かかっちゃってダメですね。でとりあえず今ちょっと線路足んないんで、こういう感じに今してるんですけど、見てもらうと分かるように一つのプレートだとで、これ対面式にしようと思ってたんで、これパネルを変えなきゃダメですね。これじゃダメっす。正面が変なので、まずパネル変えてみて、で、まあおいおいなんですけど、レールも増やして対面式のホームが作れたらなと。しましでもいいんですけど、個人的にはやっぱ新幹線のホームですね、内面式を作りたいなと思っていて、部屋がですね、これ6畳の部屋だとこんな感じなんですよね。本当はまだ2枚あるんですよ。2枚あって本来ならこう作るはずなんですよね。だけどまたちょっとなんか単体に部屋が狭くてできないんで、これはちょっとまた課題かなと思ってます。で、また内装もですね、ちょこちょこ行ったらと思います。とりあえずこのままだと動画もアップできないので、ひとまずこれで仮組みということで仮組みを作ってみました。はい、ということでですね、仮組みの仮組みと組み立て設置の動画になりました。